うじこ狩りとは、強制的に自社のうじこに登録させること。特に、滋賀県愛知軍、小倉章の記事士に関するものが有名であり、本校ではそれについて解説する。なお、ここで言う、狩りとは、織田信長の茶器名物狩りのような、集めるという意味合いであって、捕まえる、殺すという意味ではない。滋賀県愛知軍、小倉章は、記事士発祥の地とされていた。 金世後期、仁義館の白川家要する、君が畑村の大公大御神と、同じく仁義館の吉田家要する昼、谷村の筒井八万は、木地氏の祖とされる、これ高新王の霊社を祭り、これを木地氏の氏神と県連した。当時、木地氏は全国各地に散っており、時に、朝廷や幕府の許可を受けて、制御を続けていた。もし、これら木地氏たちを氏子として、 自社の影響下に置くことができれば、大きな収入を得ることにつながる。そこで、白川、吉田良家は、自らを正当なこれたか新能の霊社としつつ、各地に散った記事士たちを探し出し、自社のうじ子に強制的に登録していった。両者は時に偽造文書も発行し、自社の配下に収めるために争った。 結果として記事士はどちらかの神社に登録されることとなり、金を納めて一定の義務を背負った。また、両者はその権威を振りかざして記事屋の営業認可まで行った。実際に、これたか新郎が育ったかは不明であるが、一連の出来事によって記事士たちはこれたか新郎が豪祖であることを信じていた。このうじこがりの大きさは、 文化13年の筒屋あたたて会の際には、36カ国、約3600名余りの記事士が、うじ子として、費用を剣じたことからもわかる。ありがとうございます。